はい、どうもです、今日の話題なんですけど、今日はこんなものを用意しみました。まだ未開封です。ベクターオプティクス、ベクトディフェンス、リアルカーボンファイバーハンドガード10インチ買っちゃいました。41PX さんで15,800円でした。早速開けてみましょう。じゃじゃーん、すごいマジモンのカーボンです。縫製はね、しっかりしてるね。しなったりとかしないマジモンのカーボン。中はこんな感じ。一応なんかここ M ロックつきそうな気もするけど、あんまりなんかつけたくないなって感じはします。まあ、せっかく軽いんだからね。まあ、一応付属品としてバレルナットがついてきます。まあ、お待ちかねというか、なんというか、まあ、いつものこれ重量を測ってみましょう。ペロン、79.4g。 ちなみにこっちが 65g、 全部合わせて軽い、めちゃくちゃ軽いですね。一応参考までに隣10インチのこいつちょっと外して測ってみましょう。外れるかな。見ましょう。こいつがどんなもんかな。271g、 271.5 4か5ぐらい。かなり軽くなりますね、これ。せっかくなんでつけてみようと思います。はい、組んできました。どうでしょう。ショット。ですね。実は。若干ポン付け、無加工ポン付けとはいかないようで、ここに隙間ができちゃうんですよね。 G&G のフレームだとちょっと隙間ができちゃうみたいで、で対策としてはこのネジのとこの穴をちょっと広げてあげるとこれが奥まで行く。
私このまま使っちゃいますけど、そんな気にならないんで。してあげないと、ちょっとここの隙間が埋まらないらしいです。まあ、事前にちょっと情報を聞いてて知ってたんで、まあでもいいと思います。だいぶ前が軽くなったんで、長さが変わっても重さがほとんど変わらない。バレルナットの方が重いんじゃないかぐらいの、まあ そんなでもないですけど、はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバーイ。